ローマ劇場は古代ローマ時代に建設された半円形の劇場のことでグナイウス・ポンペウスが古代ギリシアの劇場の特徴の大部分を取り入れてポンペウス劇場を建設したことが始まりである。ローマはギリシアから建築上の影響の多くを受けており、劇場の設計もそういう面では他の建築物と全く変わらない。しかし、ローマ劇場は 独立した基礎の上に築かれているのが特徴であり、土を掘ったり斜面を利用したりするギリシアの劇場とは異なる。ローマ劇場は最初の高級的ローマ劇場であるポンペイウス劇場の基本設計を受け継いで派生していった。アンマンのローマ劇場ローマ劇場はスペインから中東までローマ帝国の半島のあちこちに建設された。ローマの建築が 各地の建築技法に影響を与え、世界各地にローマ劇場の特徴を備えた劇場が建設された。古代ローマでは劇場とアンフィテアトルムはよく似ている。主な建材はどちらもローマンコンクリートで、どちらも帝国中で各種娯楽イベントを開催するための公共建築である。しかし、それぞれで開催されるイベントの種類は異なり、 そのため配置や構造が異なっている。アンフィテアトルムは、ローマ劇場とは異なり、音響効果を気にする必要はなかった。アンフィテアトルムでは、競争や剣闘士の戦いが模様され、ローマ劇場では、演劇、パントマイム、合唱、演説などが模様された。ローマ劇場の範囲形の形状は、音響効果を高めるようになっているが、 アンフィテアトルムは完全な円形である。ローマ劇場の構造1、スカエナエフロンス、2、ポルティカスポストスカエナム、3、プルピタム、4、プロスカエニウム、5、オーケストラ、6、カウヤ、7、アベタスマクシムス、8、ボミトリウムローマ劇場は、基本的に半円形であり、立地条件によって、若干の相違はあるものの、一定の固有な建築構造となっていた。 舞台の背後の高い壁をスカエナエフロンスと呼び、円柱で支えられ壁面は皇帝や神などの像が収められた壁岸で華やかに飾られている。舞台の全体を支えるアーチ壁は、ヘレニズムの影響が見られるプロスカイニウムである。スカエナエフロンスは、本来建物自身の一部ではなく、上演される演劇の背景を提供するものだったが、 最終的にコンクリート製の建物の一部となった。劇場全体は舞台であるプルピタムと半円形のオーケストラ及び観客席であるカウェアに分けられる。観客席の出入り口はボミトリウムと呼ばれていた。人々が集まるオーディトリアムはギリシア劇場のように小高い丘や斜面に作られることがあり、建設が容易になる。 オーディトリアムの中央部は丘や斜面をえぐるようにして形成し、両端は溶壁で構造を支える必要がある。ローマ劇場は利用可能な斜面がない場所にも建設されており、常に斜面を利用したわけではない。ローマ市内の劇場はどれも斜面を利用せずに建設されている。観客席には屋根がないが、 ベラと呼ばれる天幕を広げて日光や雨を避けるのに使った。木造のローマ劇場は何らかの祭りなどの催し物のために建設され、それが終わると解体されていた。この監修は紀元前55年に初の高級的劇場であるポンペイウス劇場が建設されたことで終わった。監修を打ち破るためポンペイウス劇場には神殿も設けられていた。 いくつかのローマ劇場には、まず第一に決して完成しなかった様子が見られる。ローマ市内では、建設以来の長い年月を生き延びた劇場は少なく、それらの劇場についての遺跡もほとんどない。現代のオランジュにあるアラウシオの劇場は、ローマ劇場の典型例であり、その背にフロンズは、西ローマ帝国の劇場設計を忍ばせるが、それ以上の装飾は失われている。 アラウシオの劇場は、今も立っており、観客席も再建され、素晴らしい音響効果を体感することができ、ローマ建築の脅威を今に伝えている。プロブディフのローマ劇場アルルのローマ劇場の、遺跡フィエーゾレのローマ劇場ジャラシュの、ローマ劇場レプティスマグナのローマ劇場ボスラの、ローマ劇場ミレトスのローマ劇場現在の国別に、主なローマ劇場の所在地を以下に列挙する。 ありがとうございます。